の写真を共有するソーシャルサービスルームクリップ執行役員の川本太郎さんにインタビューを行います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初に簡単に会社紹介をお願いします。はい、ルームクリップという会社はですね、設立は2011年なので、もう10年になります。東日本大震災がきっかけで、実は創業者の高重が立ち上げた会社です。で、ルームクリップというサービスをやっている会社なんですけれども、ルームクリップは今600万人ぐらいの方が月間で使っていただいているサービスになります。基本的にはユーザー、生活者の方が、これ僕の部屋なんですけど、こんな感じで自分の部屋、家の写真を撮って投稿するというすごくシンプルなサービスです。で、もう450万枚ぐらいの写真が投稿されているので、家の中、しかも全部人が住んでいる家の中ばっかりが見えるサービスっていうのは意外と世界でも珍しくって、日本でも多分最もそういう写真が見られるサービスというふうになっております。ありがとうございます。インテリアだったり家電だったりとか、お住まいと暮らしの SNS メディアとして確立しているルームクリップさんなんですけど、今後の展望についてお聞かせください。はい、ありがとうございます。ルームクリップ見てる方はですね、家の中について何か解決したいことがあるわけですよ。例えば収納どうしようかなとか、子供が今度生まれるから子供部屋どうしようかなって思って家の中のものを見ているんですね。で、ずっと言われてたのが、ここに映ってる、例えばこのベビーベッドどこで買えるんですかとか、この収納ボックスどこで買えるんですかっていうやりとりはものすごく多かったんですね。で、今はそれをいろいろなショッピングモールのサイトさんに飛ばして購入できるようにしているんですが、次の我々は、ルームクリップショッピングという形で、実際ルームクリップの中で決済ができるようにするというようなサービスを実は3月30日にローンチをする予定でおります。いわゆるソーシャルコマース、ソーシャルネットワークの中で実際に使っている人がこの商品おすすめですよというふうにおすすめをして、それを購入まで至らしめるというようなところがルームクリップの次の展開というふうにしております。ありがとうございます。ちなみにルームクリップさんなんですけども、はい、だったりとかこうプロモーションだったりとかビジネスでも活用できると思うんですけど、そちらの使い方を教えていただければなと思います。はい、すごくですね、住まい暮らしの関連の企業ってすごく多いんですよね。人がお金を使う、物とサービスのうち、物って思い浮かべてみると買ったものって大体家の中に置いてあるわけじゃないですか。なので、どうしてもね、家具とか家電っていうふうに思われがちなんですが、後ろに僕植物も写ってますし、絵も写っていますし、日用品だったりとか、おもちゃだったり、文房具だったり、かなり幅広い、メーカーの方たちにご活用いただいております。で、どういう活用の仕方をするのかということで、例えば、後ろにあるような植木鉢、こういった鉢カバーを販売されているお客様が、これ、いろんなその素敵な部屋で使っている様子を、集めたいと思った時に、例えばスタジオを借りてインテリアをセッティングしてってやると結構お金かかるんですよね。それがルームクリップでモニターキャンペーンという形で、この商品使いたい人いますかって言うとですね、そうすると500人とか1000人がバーッと使いたいですって言ってくれるんですよ。で、その方たちが全員どういう家に住んでいるのかわかるので、じゃあこの人とこの人とこの人にこの商品まず お送りして使っていただいて、で、それをソーシャル上で拡散してもらおう。集まった写真を自社のカタログだったりとか EC サイトだったりとか、あるいは店頭の POP だったりに使おうっていうような形で使っていただく企業様がものすごく多いです。ですので、いわゆるその SNS の活用というよりも、自社の商品をユーザーに魅力を見つけてもらう。そしてそれを他のユーザーさんに対してプロモーションしてもらう。いわゆるファンがファンを呼ぶみたいなキャンペーンをやるときには、実はルームクリップものすごく向いているサービスで、アプリとかをですね、今ダウンロードしていただいて見ていただければわかると思うんですが、本当毎日のように、誰でも知っている大手のメーカー様から、ものすごくとんがったブランドまで、いろいろな企業様がモニターキャンペーンをルームクリップで実施したり、あるいは写真投稿キャンペーンを実施したりというようなことをしていただいております。今月末にリリースされるルームクリップショッピングすごい楽しみですね。ありがとうございます。まずね、最初はベータ版のローンチになるので、そこからどれくらい流通が生まれるのか、あるいはユーザーさんがどういう反応するのかというようなところを見極めながらどんどん拡大をしていこうというふうに思っています。一つだけちょっと言うとですね、はい、これ今から EC を立ち上げるって結構無謀に思われるんですよ。
まあ、グローバルなプラットフォームもあれば、国内でも大きなプラットフォームがあるので、で我々が目をつけているのは、ユーザーが写真を投稿するっていうサービスとショッピングを組み合わせるということです。具体的に言うと、例えば、あの植木鉢を見ていいなと思った人、ルームクリップの中で買うと、その写真を投稿した人にポイントが行くんですね。つまり、ルームクリップで人が欲しいなって思うような写真を投稿している人ほど、ポイントがもらえるので、そうすると次欲しいものがかなり安く手に入る。つまり、なんか自分の部屋の写真を投稿することで、持っているものが資産化されて、そこからまあ配当利回りのように、ポイントが入ってきて、それのものを買えるというようなことを考えて、そういう仕組みを整えようとしているんですね。で、それは世界でも珍しいので、かなりソーシャルコマースとしてはイケてるサービスになるんじゃないかなと期待しております。そうですね。かなり新しい仕組みだなと思います。楽しみ。ありがとうございます。